ますバンドしんべですまんぺです。皆さん YouTube 好きですね。今日はですね、美容室編を美容室編、はい、まあ、香港に来てやっぱり、まあ、いろんな日本人の方が長期滞在する場合に、あ、髪の毛どこで切ろうって絶対になるんですよ。まあ、僕たちも実際来て美容室どうしようみたいな感じだったんだね。で、まあ、いろんな人に聞いて、まあ、いろんな美容室を紹介していただいたんですけども、まあ、なかなかこう、行くっていう勇気もなく、結構伸びたんだよね、髪結構今も伸びて気になってるんですけど、はい、まあ、髪切るって大事、すっごい気分転換になるから、まあ、変わってないじゃんとか言われるけど結構自分の中でも大きく変わったりするからね。で、まあ、今回紹介する美容師なんですけど、はい、まず名前がこちらです。アソートさん、はい、なんで今回、まあ、がっつり変えるわけでもないんですけども、このアソートさん香港店をちょっと紹介したいなと。それでは行ってきます。行ってきます。はい、ということで今から切ってもらうんですけど、鈴木さんです。こんにちは。かっこよくお願いします。はい、おめでとう。どうですか、やっぱ髪を切るっていうのは。やっぱ2週間ぐらい待ってたもん。早く切りたくて切りたくて。どうですか。いや、いい感じですよ。そこでも違いますよ。やっぱ違いますね。なんか柔らかいですね。この方が柔らかい。柔らかい。この方が硬いです。硬いです。落ち着かないですね。落ち着かないだろう。わかる。だいぶ落ち着いてない。顔真っ赤。どうですか。しました。そのどこ切ったんですか。どの辺が。横と、あと、つきましたね。あ、軽さを。軽くなりました、すごく。香港で今やってるじゃないですか。はいはい。香港人の人って違うんですか。あ、やっぱそれ全然違いますね。違いますよ。まあ日本だと結構今2ブロックスタイル流行ってると思うんですけど、そんなに刈り上げないですよね、はい、でもこっちの人たちはそれだとちょっと満足しないんですよね。物足りないと。物足りなくて、もう上まで行きたいんですよね。あ、なるほど。ここの、だからここら辺まで行っちゃうっていう感じ。あ、そうです。で、ここだけをこう、はい、なんか長く残して、はい。確かに歩いてると結構刈り上げてってか、もうここまで行っちゃってる人結構見えるんですよ。あ、そうですね。あれまさに香港ヘアですよね、はい、そうです。香港スタイルですね。いや、まさにね。そこが一番の違いなんですか。はい、結構違いますね、その辺が。はい。あとカラーリングする人います。結構黒髪の人が香港人多いイメージだったんで。はいはいはい。でもする人はなんかすごいやりたいっていう感じで、はい、分かりやすい方がいいですね。なるほどね。自然なブラウンとかだとなんか全然なんかあれやってんの、やったかみたいな。結構濃いめにやんないとダメですよ、はい、日本って結構ナチュラルな色にしてくださいとか多いですよね、うん、そうですね、確か香港の人はやっぱ攻めてる。そう、攻めてます、ね、攻めてる感がある、はい、そうです。ということで、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、こちらこそ。皆さんもぜひ、香港に来て髪を切りたいなと思った際は、アソートさんの鈴木さん、はい、これまでです。ぜひ来てください。はい、はい。